YouTube をご覧の皆様こんにちは。和光プレミアムストアマネージャーの北田です。本日ご紹介するのは私が今おすすめするメガネ特集です。定番モデルから新作まで皆様にかけていただきたいメガネをピックアップしてご紹介してまいります。ぜひこの動画をご覧いただきメガネ選びの参考にしていただければ幸いです。では早速ご紹介してまいります。こちらをどうぞ。杉本 KS158 ウェリントンをベースにした独創的なシルエットは期待を裏切らないビジュアルです。またフロントサイドのカシメピンでギュッと引き締まった印象を与え、迫力がありながらも遊びすぎないデザインが目を引きます。もちろん職人さんが1本ずつ丁寧に作り込んだ手間のかかる一品です。続きまして BJ クラシックコレクションプレミアム 114WRNSNT、 優しい印象のトラディショナルなボストン型です。太めのフロント、テンプル、ノーズパッドの全てがパーツがフルチタンで仕上がっており、光沢感を含めとてもラグジュアリーな雰囲気です。続きましてアイバン 7285-219、 オーセンティックなメタルフレームですが、セルのアイ口部360度や鎧正面、そしてメタルのアイ口部にもバンガラが施されています。クラシックな佇まいなのに高級感が漂います。続きましてアイバン・バイロン。ジェームス・ディーンのミドルネームから名付けられたこのモデルは、彼が映画のオフショットでデニス・ホッパーと共に写る写真の中でかけていたフレームからインスパイアされたモデルです。続きましてマスナガ1905後期097、ちょっぴり大きめなサイズのボストンシェイプで肌なじみの良いクリア系で、飽きのこないシンプルなシルエットです。最後はトムフォード TF5920 の DB、 ブリッジ部分のみメタルになっています。メガネを初めてかけられる方でもかけやすいデザインで、鼻筋が通って見えるのでお顔に立体感が出ます。はい、いかがだったでしょうか。どれも素敵なメガネばかりですよね。選び抜かれたアイウェアを宇都宮から、これからも素敵なメガネをたくさん紹介してまいります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。いよいよ8月26日に宇都宮市にLRTが開通します。宇都宮駅東口からはわずか10分程度で来られるようになります。もちろん大駐車場も完備しております。皆様お誘い合わせの上、ぜひご来店の方お待ちしております。